と人見知りなんだよ。絶対嘘。それは嘘。本当ですか？はい、岡田です。DJ 君のアプローチですね。エレベーター待ちのターゲットでエレベーター来たけど女の子乗らなかったので先に乗ったらターゲット慌てて乗ってきたと。でそのぼーっとしてたところをうまく指摘できたっていうね。でこの後30分後にクロージングしたのかな。お茶して30分でクロージングしましたっていうことを聞いていきましょう。すんげえボケっとしてるなと思って。大丈夫ですか？意識あります？あります？なかったよかった。びっくりしちゃった。違うこと考えてて。どうしちゃった？どうしたの？びっくりしちゃった。あれあれあれって同じでびっくりしちゃった。何ですか？芸人ですか？違うんですか？びっくりしちゃった。多分才能ありますよ。やろうかな。ちょっとお茶しません？え、本当ですか？いいですけど。ちょっとお茶しましょう。じゃあこれユニクロでお茶します。あ、一回スタバあったじゃん。ああ。ちょっと行く。また戻るっていうね。ちょっとして。いやよかった芸人さんがいて、いやちょうど人生つまんないなと思ってたんですよ。そんな。いやちょっとそう人生のちょっとねちょっと。なんていうの一番ひどい時にちょっと何にもないですよ。ちょ気にしないでください。僕適当なことしか言わないんで。初対面でも。あ、初対面なんですか。え、違うんですか。あ、そうなんですか。ちょっとドキドキしちゃうので。どういうドキドキ。人見知りなんで。絶対嘘。それは嘘。本当ですか。ぼんやりしてるだけでそんなに声かける人いなくないですか？本当ですか？いやだあまりにもちょっと見事な芸風だったんでちょっと芸風じゃないちょっとそろそろ怒りますよ。怒んないでください。まだ怒らないです。よかったいい人いて。いやいやこのスタバ行ったことないんですよ。絶対嘘ですよね。まあ本当まあでも何を言っても信じてもらえないと思うんですけど。確かに。よかったいい人いて。こっから入るの？あ、でも、うん。何飲むの？俺完璧だね。うん、完璧。細かいところもフォローも含めて完璧かな。はい。よく分かってますね。鳥肌立ったよ。うん。よく分かってます。まるで自分のアプローチ聞いてるかと思いましたね。今から言ったことが、はい、そうです。思惑通りです。おっしゃってる通りの意図です。だったら全部がそうだったら、大したもんだね。はい。大したもんですよ。はい。では解説していきます。はい。まず突発的な出会いですね。日常の中に出会いはあるよっていうこと。僕はずっとナンパをするなと。もうね、どこで、ナンパスポットはどこですかとかそういうんじゃなくて、今は目の前にいる女の子は好みかどうかっていう。で、その姿勢で日常的に生活してれば、全てが出会いスポットになるんだよって、地元のコンビニだってそうだし、こういうエレベーターだってそうだし。で、そこに対して訪れたチャンスに対して、すってすんなりと、しかも気負った感じもなく入れたっていうのは、これはやっぱり常日頃からそういうチャンスを伺っている、あるいはそういうものを日常にしようっていう姿勢がないとできないことなんですよ。で、まずそこがあるっていうこと。すんげえボケっとしてるなと思って。大丈夫ですか？意識あります？ターゲットのとっさのボケとかそういうシチュエーションを生かしてすり替え作業ですね。しかもちょうどいい言葉選びですね。テンポもいい。だからターゲットも楽しい。ターゲットが主役になる会話で、かつ上手にいじってるっていうことができてる。なかったよかった。びっくりしちゃった。すみません。違うこと考えてて。どうしちゃった？どうしたの？びっくりしちゃった。あれあれあれって同じで。びっくりしちゃった。一度掴んだノリは絶対に外さないっていうことですね。どんどん浴びせていくっていう非常に良い。それかといって空回り感もない。ちょうどいいバランス。何ですか？芸人ですか？違うんですか？びっくりしちゃった。多分才能ありますよ。やろうかな。ここで決まったんですよ。うん。このターゲットの乗り具合、ここでもう決まった、連れ出しは確定したっていう状態ですね。はい。お茶しません？え、本当ですか？いいですけど、ちょっとお茶しましょう。じゃあこれユニクロでお茶します。できればここの暇を使ってもよかったかな。強いて言えば。暇で、そんな暇2回言わないでよ。なんか、暇だからついてきたみたいな感じです。へこむじゃん。とかだと、もっとエロくなるんだよ。いい感じで。だから、男と女の関係とか話に持っていきやすくなるよね。うん、それどころか、ナンパした側なのに、その DJ 君がナンパしているのに、女の子はナンパされたのに、その発言をすることによって立場が逆転するんだよね。うん、女の子の方が軽い扱い、軽いやつになっちゃってるみたいな。うん。それすごくいいんですよね。そうすると。暇で、ちょっと暇2回言わないでよ。こう、暇だからさ、ついてきたみたいになっちゃうじゃん。とか、そういう感じで、ちょっと可愛らしく、ユーモラスに、いじり気味に言うと、相手はキュンとするね。ああ、そこポンって入れておくとよく、もっといい。まあ、ただ、そのつなぎとして共有スペースを使ってユニクロっていうところで挟んだらもう全然いいです。はい。細かいこと言えばっていう話。あ、昔さ、一回スタバあったじゃん。ああ。ちょっと行く。あ、本当ですか。また戻るっていうね。ちょっと押して。あ、だって降りるだけ。移動になる。で、それ自体を一緒に楽しむっていう、そこの方向性ができてる。いや、よかった芸人さんがいて。いや、ちょうど人生つまんないなと思ってたんですよ。そんな。ここもすごくうまいと思いますよ。その重いことを言ってでもちゃんと笑いをかぶせてるっていう、ちょっと怪しい雰囲気を出してるけどそこをちゃんとフォローしてるっていうところね。いやちょっとそう人生のちょっとね、ちょっとなんていうの、一番ひどい時にしか。何が何にもないですよ。気にしないでください。僕適当なことしか言わないんで。初対面でも。あ、初対面なんですか。ここ上手でしたね。初対面なんですか。相手の言葉を生かしてすぐに返す。で、さっきちょっと怪しくなったところがフォローできた。あ、そうなんですか。ちょっとドキドキしちゃうので。どういうドキドキ。人見知りなんで。絶対嘘。本当ですか？ぼんやりしてるだけでそんなに声かける人いなくないですか？本当ですか？いやだ、あまりにも。ここでちょっと感じ取れてるかどうかね。トントン拍子で進んでって、女の子はだんだん冷静になってって、この人そーっと遊んでんじゃねえかっていうところの心理。で、そうするのが生まれて強くなって確信を持ってしまうと、簡単にやられたくないっていうふうになる。だからそこに対してのフォローを打っておきたいんですよ。もうちょっと見事な芸風だったんで、ちょっと。芸風じゃない。ちょっとそろそろ怒りますよ。怒んないでください。まだ怒らないです。よかった、いい人いて。いやいや。ここの言葉選びがちょっと危なかったかな。よかった、いい人いてっていう。よかった、いい人でにとどめといた方がいいかな。もう本当に細かいことを言うとね。すごく勘ぐってる女性だと、この言葉で、あれ、やっぱりこの人ってすぐ声かける人なのかなみたいな感じになっちゃうから。だから、そういう男だって分かっちゃいるんだけど、悟りたくはないのよ、女の人って。うん、だから、DJ 君はこれからこういう経験をいっぱいしていきます。で、俺がよくメルマガとかでも慣れてくる、雑になって確率が下がる時期があるって言いました。で、それっていうのがこういうとこなんだよね。こういうのがちょいちょい出てくるようになってくるから。でも忘れちゃいけないのは、女の子は初めてなんですよ。DJ 君はこれから先何人もクロージングしていく。もう同じパターンで、似たようなパターンで出会ってクロージングすることもあるでしょ。だけど、女の子にとってはそういう経験っていうのはほぼほぼない。うん、初めての。まあ、例えばエレベーターでナンパされてっていうのは、まずこの子にとっては多分初めてだと思う。っていう相手なんですよね。相手から見ればね。だからそこに対して丁寧に扱ってあげたい。うん、ユーモラスな表現で楽しませたりするけども、要所は雑にしない。丁寧にする。うん、っていうところをちょっと覚えておいてください。いつか多分そこの壁が来るので、必ず覚えておいてください。このスタバ行ったことないんですよ。絶対嘘ですよね。そう、ここをね、うまかったんだよね。あえてこう言わせたのかなと思って。だったら、俺そう思ったんだよね。この後の切り返しで。で、鳥肌立ったんだよね。おー、すごいねって。うん。あえてそう言わせたのかなって。どっちかよね。もしかしたら、そのさっき今言った、あ、この女、俺がいつもこんなことやってるっていうところがブレーキになりつつあるなっていうふうに判断して、それをただフォローするためにこれを端的に言った。で、そうすると帰ってきたから、たまたま返せたのかもしれないし、でも、あるいは、相手に絶対嘘って言わせるためにこれを言って、次の言葉が控えてたのか。これどっちかが。これによって、この DJ 君の現時点でのポテンシャルが決まるんですよね。どっちなんでしょうね。すごい興味ありますね、俺は。聞いていきましょう。本当、まあでも何を言っても信じてもらえないと思うんですけど。これなんですよ。これ完璧なんですよ。ここを無理やりや、本当、普段俺そんな声かけないからっていうと、女冷めるんですよ。それを焦らずに、もうそう思われてもいいや。だけども、そういうってことは、実際そうでもないのかしらっていう、この相手の心理をしっかり読み取ったユーモアで、焦らずに返したんですよね。これがすっごくうまい。で、そのアプローチの仕掛けとか全部そうなんだけど、狙って打って、そこを変えさせておいてカウンターなんですよ。ドロップとかロストとかも仕組みは全部そうなんですよ。打たせておいて相手に。自分から振って打たせておいて、そこに、はいってかますんですよ。コミュニケーションのこれは王道なんですよ。で、そこが、この難しい局面でできてるっていうのが、僕はすごくいいアプローチ、いいスキルだなと思ったんです。はい、だから、これが狙ってやってたんだったら、狙ったコンボなら素晴らしい。で、狙ってないコンボでたまたまですだったら正直に言ってください。でも、素晴らしいと思いますよ。はい。いい人いて、ここから入るの？で、最後ですね。ここの最後、どっから入るの？ここ DJ 君が分かってる、どっから入るってのも分かってるけども、ちゃんと思わず聞いたっていうふうに表現したんであれば、より素晴らしいです。はい、で楽しみですね。これ、どっちなのかっていう。うん、まあ、どっちにしろこれはもう名前変更ですね。DJ なんで、ドジャースで、はい。あれ、ドジャース君っていないよね。あれ、いないよね。いたかもしんないな。ちょっと待って。ごめんなさい、今ちょっと、ちょっと朝方なんで頭回ってないんですけど。ヤンキース君はいるんですよ。はい。ヤンキース君はもう一人いるんですね。うん。その人はあんまり実力、添削を送ってきてないので、最近。名前変わってから公開してないんですけど。あれ？あれちょっと待って。じゃあ、パイレーツでね。はい。パイレーツ君でお願いします。はい。添削終わります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録お願いします。